アイラバやジギング、キャスティングといったさまざまなオフショアゲームが楽しめるこれからの季節。中でもスーパーライトジギングは軽量タックルで誰もが手軽に楽しめ、青物からマダイ、ハタ類までさまざまな魚が狙えることから人気を集めている。今回は大分県の豊後水道を舞台に、この番組ではおなじみとなった萩原徹がスーパーライトジギングの魅力を解説する。今回のウアパラ九州 TV は大分県豊後水道のスーパーライトジギングをお届けしています。おはようございます、水曜の萩原です。さあ、今回はですね、大分県大分市ね、ブルーホークさんにお世話になってですね、ここ豊後水道、こちらで夏のねスーパーライトなジギング、こちらをやってきます。ただね、今日水深やるところがね 100m 前後の深いところなので、ジグはちょっと多めのもので、真夏にマダイのねいいのが釣れるという話を聞いて今日来てます。どんな釣りができるか楽しみですね。じゃあ早速ね、釣りの方をしていきたいと思います。お願いします。よし、じゃあ今日は、乗り合いの方でね、普通の一般のお客さんたちと一緒にで、スタッフの方は前田くんと綾乃ちゃん来てます。もうね、抜け駆けで先に釣りしますよね。いいな、ね、今水深がね大体 100m ぐらいのところで、ロッドの方はね、まずビガーの方のスピニングの柔らかいもの、ウルトラライト、こちらを使っていきます、ね、S600 の UL ウルトラライトですね。でリールはね中型リールで、ラインの方は 0.85 で、リーダーがね4号です。はい、で最初ね、ジグドラッグメタルフォースのね 120g の UV の赤金レッドゴールドですね。で上下には早書き服、今日マダイをねメインに狙いたいので、上下フロントリアともにつけてます。よし、じゃあ行ってみましょうかね。早速 ね、まあ周りのね常連の方々の釣り方とかを見ながらますよ。でまあ乗り合いでね、今日船立ててるので、あまり糸吹けを出しすぎてしまうとお祭りとかになっちゃうので、ちょっとサミング途中でしっかりもう糸止めるぐらいで一回糸張って落とすような感じで、今日のね状況、今のところの状況ですけど、朝一で、一昨日までね台風通過しちゃって、ちょっとね海しけてた感じだったみたいなんですけど、今日は打って変わって穏やかです。なおかつ潮回りも小さいということで、軽いジグの方がもしかしたらいいかもしれないかな。はい、着底。ちょっと朝一なんで早めの2分の1ぐらいで、まあマダイの場合は本当どんなパターンで食ってくるかわからないので、ひたすらこう巻いていった方が反応がいい場合と、ボールでね落としてあげた方がいい場合があったりするんで、まあ、ちょっといろいろパターン探りながらね釣ります。これがねマダイ釣り面白いから。あとはシルエットですよね、大きめがいいのか小さめがいいのか、鉛のような小さい、あ、鉛みたいなねちょっと大きいシルエットの方がいいのか、逆にタングステンぐらいのね小さい方がいいのか。で反応自体はそこからね 20m ぐらいまで出てるってことなんですけど、こうジグとか誘ってるとね割とねしばらくついてくるので、プラス 10m ぐらい、 30m ぐらいまでジグをしっかり動かして追わせるような感じでもいいですね。であとなるべくそこからね 20m だけやってしまうと、常にこう群れの中にねジグがここが、まあ、ここからここぐらいまでがねタイがいるそうだとするじゃないですか。でここだけ狙っちゃうと、常に群れの中でジグをひたすらね魚に見せちゃうことがになっちゃうので、なるべくねちょっと一回上までしっかりとね引き上げて、そこから落とし直してあげた方がいいです。そうしないと常に魚がねジグを見ちゃってる状態、それ作っちゃうと反応悪くなっちゃうので。下から 7、8m のところ反応ですか。ほら
こういう時にね、ジグが上にあるんだよ俺。だいたい波動下から引き始めたぐらいのところ。するとここでアヤノンに待望のヒット。叩かないですね。なんだろう、重みはすごいあります。でも全然叩く。引き出した。楽しそうだな、アヤノンさん。いいね。あー来たね。なんだろう、はいじゃない、はいっぽいね。釣れがかりやっちゃう。かわいい。これは疲れるやつだ。朝一、タイが釣れました。ジグがドラッグメタルホースの 120g UV グリーンゴールドです。いや今日も暑くなりそうだな。これ暑くなる前に一匹釣っときたいな。しかしかかった。今度もヒットしたのはアヤノン。タイっぽいです。ありがとうございます。タイが来ました。2枚目です。ジグがトラックメタルホースセミロングの 105g UV シルバーで来てくれました。これも下から 5m ぐらいで2分の1ピッチで丁寧に探ってたらガツンと当たってくれました。面白いですね。タイラバが当たる時間とジグが当たる時間が分かれてる。なんか群れが違うのかもしれない。ジグが当たってる時はタイラバの人当たりがないみたいですし、タイラバでパパッと釣れてる時はタイラバのやってる人だけ当たるんで、なんかやっぱそれだけタイの群れの植生が違うのかもしれないですよね。ほら受けそう。今日こういう当たりが多いぞ。なんか跳ねてますよ魚。ほら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 。ダメです、ああいうのに浮気すると余計なことないから。ダメだダメだよ。よし、着底。なんか寝魚っぽいぞこれは。なんでしょう、なんだろうね、本当に叩きもなし、ドラグも出ず、何？じゃんじゃじゃーん。やっぱりこいつだけはね、裏切らないですよね。そう、絶対に裏切らない。はい、ジグの方がね、ドラッグメタルフォース、100g でシルバーグロ。ね、お尻の部分だけグローが入ってるやつ、これで食いました。ありがとうね、いつもありがとう、本当にありがたい一匹でした。はい、ジグの方ドラッグメタルホース 120g のもう大好き小型グロー、これに変えます。でタクロはリガーのねベイト 601の L、 これでね狙っていきます。ちょっとふわふわ系、潮が動き始めたのでふわふわと漂わせるイメージでこれを使っています。知ってこい、行ってこい、頼むぞ。ようやくとろいけど、潮回りもね小さい潮回りなんで今回は、それでも一日のうちで全くこう止まってるよりは小さい潮の中でも動き始めた時とかの今のぐらいのタイミングの方がね、やっぱり魚はスイッチ入るんで、こういう時集中です。ちょっとツンツンツンからふわっと一瞬ふわっと飛ばしてショートで落とすようなイメージ、ふわっと落としちゃう、まあ、反応した魚の目の前にジグをちょっと一回送り込んであげるような、そういうイメージです。食いそうだけどな。ほら、あ、今当たったのに、ね、くそ、なんだよもう、くそ。
食いそうなのに待っていった瞬間に触ったのに、おーちくった顔で上げた、だよ止めないでよかった、サプライズ触れてよかったね。こうやってついてくるんですよ、ね、ゆっくり、あ叩いてる叩いてる、いただきましたよ、いただきました、いただきました、ね、ほらソリッドロットだからね、曲げて楽しみましょうね、まだまだ曲がりますからね、水平ぐらいキープでいいですよ、あー叩いてる叩いてる、いいですね、やっぱり潮さえちゃんと動いてくれれば反応しますね。で割とね速い動きというよりも潮に乗せてゆったりふわーっと乗せてくる感じ、あ見えた見えた見えたよ、なにこれヒラメじゃない、ヒラメだ、お願いします、上がってきたのはなんと大型のヒラメ、おいヒラメ、ヒラメだよ、しかも結構上だ、今背のねちょうど上通った時にね、まあ、1回前あたりあって、でその後タイだと思ったけどヒラメでした、見て見て見て、ね、ゆったりふわーっと漂わせてる時だから、こんな食い方、これも姿勢がちゃんと安定して、ジグがね水平姿勢取れてるんで、これだけふわっとなった時にスパンと吸ってくれた感じですね、肉厚だね、しかも見てお腹これいっぱいなんかやっぱ食べてますね、いろいろ、遅い潮に苦しみながらも当たりが途絶えない豊後水道のスーパーライトジギング、後半戦さらなるヒットシーンをお見逃しなく。今回のウアパラ九州 TV は大分県豊後水道のスーパーライトジギングをお届けしています。マダイに加え両型ヒラメの登場でさらなる期待が高まる中、続けて狙っていると、お前だけ出した、おついに当たりを捉えた前田、そうちゃん来た、来ました、タイガー、ああちょっとサイズは可愛いですけどタイ取れました。使ったルアーがドラッグメタルフォースの 100g ピンクヘッドシルバー、これを巻き上げてもう一回ボトムを取り直そうとフォールさせた時にフォールが止まって、それで合わせたらかかってくれました、よかった1枚目、ようやく前田君にも魚が釣れました、よかった、ね、僕だけまだタイ釣ってないんで頑張りますよ、成田さんやりますよ、今回も釣れる気がしてきてるから大丈夫ですよ、萩原さんお願いします、はいジグの方ねちょっと変えてみますね、ドラッグメタル SLJ、 スーパーライト専用のドラッグメタル、まあスリム形状ですね、それのシルバーグロで、フロントとリアはこれ標準装備でティンセル付きのフロントツインフック、それとリアはシングルフック、これはね付いてる状態で販売になります、はいこれを使ってちょっと狙ってみますよ、よし行ってみよう、ルアーを交換しただ巻きでマダイを狙う萩原、するといきなり、よし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 、巻きだ、アキレス腱伸びるぐらいフッキングでしたね今ね、おーやばいだろう、よしよしよし、あったタイっぽいっすね、叩いてる叩いてるよ、ほらほら叩いてる、やったね、嬉しいですね、でも結構策定してからゆっくり巻き
秋ですよ、スローのジグをね、今鉛のブラックメタルスリムの SLJ っていうやつの 80g 軽くして、鉛タイプだけどホールゆっくりにしてゆったり巻いて、お尻フリフリで巻いてきたのが効いたのかもね。だから当たらない時はもう当たりそうだなと思うね、ジグ。いや、付け替えてね、いろんな釣り方試してください。萩原もついにマダイをキャッチ。ありがとうございますよかったはい、ね、まあね、サイズはねちょっとね可愛らしいタイなんですけどね、そういうのもね、いろいろ考えながら、どうしたら口を使わせることができるかなとかね、考えながらあれこれやって釣れた一匹、ね、ちっちゃくても綺麗ないいタイ、いやー、これは嬉しい一匹でした。やった、ジグはねドラッグメタルの鉛タイプですよ。それのスリムの SLJ というタイプになります。でカラーがね、まあ、マダイカラーでもある同じの、シルバーグロー、ね、これで釣れました。続けて当たりを捉えた前田。そこの方ね、反対ですからね。タイじゃない、タイ。これもなかなかの引きを見せているが、果たして魚は。前田もナイスサイズのマダイをキャッチ。今日一釣れました。ボトムからずっとハーフピッチでずっと刻んできて、ちょっとコンと当たりがあったんで早巻きしてぐるっと逃がしてやったら一気にゴンと食ってくれました。いやー、嬉しい。使ったジグはドラッグメタルフォースセミロングの 105g のカラーが UV シルバーグローベリー。これ今日シルバー系が自分の中じゃ当たってたんで、これに変えて1投目でした。今はもう完全イワシ付きね、この鳥も結構回ってますし、ちょっといいサイズのブリっぽいのも何匹かいたり、あとはまあヤズクラスがいたりなんですけど、まあ、ボトムはね、そのイワシについた、まあ、根魚とかもいるだろうし、もちろんタイもいて、でその上には多分ね青物もいるんで、ちょっと誘い方をね変えてみましょうかね。まあそこから10メーターぐらいはちょっと優しめ、もう2分の1ピッチの柔らかい誘い方にして、もうその上はワンピッチで早くして青物狙う。するとまたしても狙い的中すいませんね、ドタバタでナブラがね出た瞬間でちょっとキャストしてヒットシーンはありませんが、いただいちゃいました。ちょっと糸細いんで、あんま無理、止めたいけど止めれないんですよね。レイハジなんで今日 ね、あんまり気づかれないよ。そう、フルソリッドロットね、これができるんですよ。魚にね、不必要なプレッシャーを与えないようにこうね、優しく、気づいたら上の方にいるみたいな。竿全体がこう、だいぶ曲がっててもワンピース、このビガーってロットワンピースなんで、グリップエンドここまでワンピースなんですよね。グリップジョイントとかじゃないから、竿全体がこう回ってね、こう突っ込みかわしてくれるんですよね。で力も分散してくれるし、耐えてればこうやって浮いてくるわけですよ。じんわりじんわり、あ、来た来た、まだ元気だな、まだ元気だな。回しますね。ありがとうございます。いやースーパーライトのねタックルやると嬉しい、楽しい一匹やりました。そう、ね、カラーの方はねブルピン、ね、タングステン、ちっちゃいシルエット、まあ、小さめのねこれぐらいのイワシ
がピョピョと泳いでるのが見えてたんで、それと同じぐらいのシルエットにするためにこのねタングセンスリムのブルピンに変えてあります。でリアは取っちゃいました、フロントだけね。で釣れた1匹、いや楽しかった。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はですね、まあちょっと状況的に潮がね思った以上に流れない状況でちょっと苦戦しましたが、まあ、誘い方とかねパターンを少しずつ見つけてみんなでねなんとかねマダイ釣ってヒラメ釣ってアマノ釣ってね釣ることができたので、まあ良かったかなと思います。でカラー的にはやっぱりねシルバー系とか、まあ、UV あとグローが入ってるカラーの方がね今日はねよく反応しました。まあ水の色とベイトのね絡みもあったと思うので、まあ、カラーローテーション釣れない時こそねいろいろパターンに合わせてカラーローテーションできるようにねジグの方を持って釣りに行ってもらえるといいと思います。でもこれからね暑い時期に釣りが行かれる方ね結構増えると思います、ね、熱中症とかね気をつけてもう水分補給とかして暑かったら無理せずに休み休み釣りをしてください。はい、といったわけで今回はここまでです。ありがとうございました。もうちょっとだけ釣りして上がって帰りたいと思います。ではまた。釣り場はきれいにして帰ろう。マナーも腕の内。おはようございます。釣り具のポイントの後藤です。もう日中大変暑い日が続いておりますが皆さん魚釣り行かれてますでしょうか。まあ、私はですねちょっと近況報告というわけではないんですけども、先日夕涼みがてらにですねちょっとイカメタルに行ってまいりまして、まあ今年はですねまあアオリイカもそうだったんですけどイカが非常に厳しくてですね、まあその中ポツリポツリとイカを釣ることができてですね、やっぱりこの時期イカを食べないとちょっとこう夏じゃない感じがするのもあるんですけど、まあそれでも20杯ぐらいですかね、まあ、なんとか釣ることができまして、でその時にですねちょっと普段ちょっと持っていかないものをちょっと持って行ってですね非常に役に立ったのでちょっとご紹介しようかなと思いましてちょっと持ってまいりました。それがですねこちら、普通のライトフィッシュグリップなんですけども、こちらファルケン R のライトフィッシュグリップという商品なんですけども、まあ、以前ですね何度かご紹介させていただいた商品なんですけども、これをですねちょっとイカメタルに持って行った背景がですね、イカメタルって個人イケスが大体準備されてあるじゃないですか。でそこに釣れたイカをポト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 入れていくんですけども、イカをクーラーに移すときですねやっぱりどうしても炭を吐きますので真っ黒になった、個人イケスの中に素手を突っ込んでですねイカに噛まれるリスクもありながらイカを取り出して、まあ、クーラーに入れてたんですけど、非常にちょっと不快な思いをしてたんで今回ちょっとこれを持って行ってみて、まあ、イカをちょっと掴もうと思った時にですねもうすごく役に立ったのでちょっと持ってまいりました。まあイケスの炭まみれのイケスの中に手を突っ込まなくてもここでガボッとしっかり挟むことができて、まあ、アジもしっかり鱗のある魚でもしっかり掴めるぐらいですから、まあ、イカなんかはもうお手の物でしっかり掴むことができて、まあ、手を汚すことなくクーラーにポンと入れることができるということで、まあおかっぱりの釣りでですね非常にもう当たり前の道具になってきてますけども、オフショアでなかなか持っていかれる方、特にイカメタルで持っていかれる方なんかは非常に少ないんじゃないかなと思って、まあ、こちら持ってまいりました。まあ、ぜひですねイカメタルだけでなくまだライトゲームでまだ使ったことのない方もですねぜひこちらおすすめですので、ぜひいかがでしょうか。本日もご覧いただきありがとうございました。最後はこちらで締めたいと思います。1に安全、2にマナー、3に釣り具はポイントでということで、来週もお楽しみに。